3月28日、インドネシアのスハルト大統領が特別機で羽田に到着。マリク外相、セダ蔵相ら主要閣僚も随行しています。国賓としての来日だけに、天皇陛下もお出迎えになりました。混迷を続けるインドネシア経済。スハルト氏は大統領に就任するや早速日本を訪問したもの。経済援助を要請するのがその目的と言われています。翌29日、官邸に佐藤首相を訪ね、当面の経済計画に必要な援助額の早い決定を強く求めました。